ここは…花火とピタはどこ？クーマンのワンペア。パス。スラーダの3カード。パス。ゴミ箱の4カード。ふん、またパス？じゃあ続けてカードを出すよ。この派手なカードはなんて名前だったかな。それは白黒散歩ちゃん。ああ、そうそう、白黒散歩のシングル。これで手持ちが1枚になった。金魚さん、最後の1枚が何なのか当ててみない？どうせカラフル散歩ちゃんでしょ。気はすんな。正解。このラウンドは僕の勝ちだね。白黒散歩ちゃんとカラフル散歩ちゃん、一番強い役を持ってるのにあえて1枚ずつ出してきたよね。その上わざと質問してくるなんて。ただ花火をからかいたいだけでしょう。愚者たちが一番好きなお楽しみ要素を付け足してみただけさ。小鳥ちゃん、誰もが知り尽くしてる切り札なんてお楽しみにはならないよ。それにまだ勝ったとは限らないよね。ハッタリには何の意味もないよ。君の切り札を計算した上で僕は全てを理解しているんだ。白黒散歩より強いカードは1枚もない。どうかな。残念ながら手持ちは全部花火様カードだよ。そしてこのゲームの隠しルールは、花火様はどんな状況でも他の仮面の愚者に圧勝できるの。だからこのラウンドは花火の勝ち。はあ、そんなの誰もわからないじゃないか。それじゃあいつでも隠しルールを捏造して勝利できるだろう。予想できないからこそお楽しみになるんだよ。それに捏造じゃないよ。最初から思いついてたからね。ほら、ノートにもちゃんとこのルールが書いてある。二人とものんびりしすぎてない？あれ？起きてたんだ。
一緒に遊ばない？遠慮しておくよ。じゃなくてビタ、今はどう考えてもゲームをしてる場合じゃないよね。ああ、君が気絶している間にね。どう？たまには気分転換も悪くないよね。ビタシのビタちゃん、全然悪くないよ。むしろ最高。何しろ牢屋にいるってことが一目で分かっちゃうもん。牢屋に入れられてるってことは分かってたんだ。ならどうしてそう楽しんでいられるの？ごめんごめん、僕のためにドタバタしている君の姿を思わず見たくなっちゃって。エリエリ、どうしたの？顔を真っ赤にしちゃって。二人ともそんな態度だから怒ってるだけだよ。ビタ、早く着替えて今から脱出しないと。へえ、元の方が良かったんだね。わかった。じゃあ着替えてくる。違う、そういう意味じゃない。覗きはダメだよ。花火がちゃんと見張ってるからね。覗きなんてしないよ。それより花火、下駄の紐を先に結んでおいたら、あと少しで地面についちゃうよ。やだやだ、言われちゃったからには絶対に結んだりしないよ。花火は裸足がいいな。はいはい、ご自由に。着替えてきたよ。これで満足した？おふん、そういうのはさておき、まずは一番大事な脱出方法を考えよう。どうしてここについて早々に牢屋なんかに連れてこられたのかは、専門ガイドの花火様に尋ねてみたら。だってこのベロブルグにあんな奴らがうろうろしてるだなんて想像すらしてなかったんだもん。Thank you.
Thank you.
Thank you.